ムさてお便りがいっぱい来ておりますラジオネーム和舟さんありがとうございますありがとうございますいつも楽しいお話をありがとうございますドングル FM の音源公開をきっかけに文字起こしと検索ができるサイトを作りましたぜひご活用くださいエピソード866をきっかけにやってみた大賞に参加してノートの記事も書きましたので 合わせてお読みいただけたら嬉しいです。はいこの和州さんという方が、ポッドキャストドングレフェムの文字起こしを検索するサイトを作りましたっていうノートを書いてくれてますね。すごいね、これ。すごい。で、これからも配信楽しみにしていますってことです。和州さんありがとうございます。ありがとうございます。すごいな、はい。このノートを見ると、検索サイトを作ってくれましたっていう記事が書いてあるんですよね。うん。ドングレフェムトークサーチっていうサイトを作ってくれてて、 うん、いやーすごい和州さんありがとうございますありがとうございますこれね和州さん自分で言ってたけど和州さんがこれ公開する3日前ぐらいに同じの出たのよねそうっすねでもあ,あちらの方は裏どんぐり限定なんですよねうんなので一般の方が使うのはこの和州さんのいいかもしんないですね、うん、ちょっと概要欄にリンク貼っておきますので この和州さんも書いてるけど、ブラウザでブックマークしてホーム画面置いとくと便利って言ってるけど、確かにそうっすね。うんうん。僕もたまに検索することあるんだよね。このちょっと、あの、あの話したのなんだっけっていうときに、こういうのめちゃくちゃいいですよね。うん。編集しててさ、あの話の部分をちょっと入れたいときに探すんだよな。うん。いい。いやー、でもね、これ、和州さん、すごいありがとうございます。めっちゃありがとうございます。で、あれですよね。 ちょっと悔しいですよね気持ちわかるわ <laughs> だってそれなりにこれ時間かけてくださってますよ、うん、で出そうかなと思ったら数日前に「作りましたー」とか言って「うん、うわ同じやんけ」ってなるそれはねわかるただロッシーさんがねいい人だなというか素晴らしいなと思ったのは、うん、自分自身はこれでやりきったからいいのよっつってそうですね作ってみるのが大事ですよねうん うん、きっと使ってくれる人もいるんじゃないかなと思うんですよ。これはいいね。うん、いやーその気持ちめっちゃ分かるわなんかねそうなんですよそこからの学びというか自分がこれがあったらなって思ってる時には実は世の中の人結構思ってて、うん、だから早く作れっていうのはそういうことなんですよねそうっすね、うん、そうそう早くしろって言うじゃないですか。 まさかどんぐいの全文検索を作っている人がいるとは思わなかったじゃね, <laughs> ねえ、でもまあまあ。僕らも2人いるとは思わなかったからね。<laughs> いやー、そうだよなー。でもね、むずいよな、そういうのって。うん。やっぱどうしても、何 ?1 つ目の方にユーザー集まったりするじゃん。まあ、そうっすね。この検索においては、1つ目の方は限定コンテンツだからいいんじゃないのうん、それはね、住み分けられてていいですかね。うん。 まあアイディアってのは早く手を動かした方がいいっすね。そうっすよね。ねうん、うん。結構そういうのあるね。うん。でもね、その点ねノートなんて別にライブドアブログでも、アベマブログでも何でもよかったのに。うん。あの、何番目だっつー話をね。ノート、ブログサービスとしてうん。もう。ね確かに。むちゃむちゃ後発。4五50番目ぐらいじゃないのね。それで、うん、今や、あれノート以外あるっけみたいな位置に行ってるからね。 まあそれはさすがに僕らのフィル情報のフィルタリングが荒れすぎるのはあれけどね。<laughs> <laughs> 一般の人はさ、うん、アメブロばっか見てると思うよ。と思うじゃん。やっぱさすがにね、<う>変わってきたわ。そうなのかね。うーん。例えばエビゾ老ブログとかめちゃめちゃ見てる人が日本人の大部分じゃないのいやー、だいぶ変わってきたよ。あの、本当に、何この4年ぐらいかな ?3 年ぐらいかなうん。 僕の全然 IT 系じゃないコミュニティの方のツイッターとかで、あの、ちょっと思ったこと書きましたみたいなの、今まで大体よくわからんブログサービスだったのが、さすがにノートになってきたからなそうなんだ。うん。そういう時どうやって選ぶんだろうね。うん。僕らは結構、周りが使ってるから選ぶみたいな感じあるじゃないですか。この辺はね。周りの人使ってんのかね。うん。そうだと思う。だんだんとね。うん。あとね、僕、 ちょっと最近思ったのは、うん、広告が入るのはやっぱりうざいわ。うん。自分の記事に入ったりするのも嫌だし。はいはい。そうね。多分そういう意味だとさ、ここ数年、広告の質がよくなくなってる気がするんだよね。そう,そうそうそう。昔のアドセンスってさ、うん、別にそんな気にならなかったと思うんだよ。うん、2010年、11年ぐらいまで。でも、スマホとかが、まあ、みんな持つようになって、うん、スマホの漫画アプリでてきてから、 うん、自分の書いたものにこういう漫画アプリの広告は嫌だなっていうふうに思うようになったねしかもさなんかちょっと行き過ぎなえエッチだったりグロかったりするさ広告が入ってきちゃったりすると、うん、多分ね僕は他の人とかね僕はね気づかなかったけど本当に最近気づいたのは、うん、脳みそのなんかちょっと取られてく集中力は取られる取られる取られてく結構取られてくだ、うん、からさすがにね あのないのはやっぱいいようんだって漫画とかコマが出てきてさ見ちゃうのこの漫画なんだろう気になるけどクリックスの尺だからちっちゃく書いてあるタイトルメモローとかなんていうからねそう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  <laughs> そう23<に>分使ってるからねそう別にさ何ていうのお金払うのはいいのようん全然お金払うんだけど広告が邪魔すぎるまあねまあそうやってアテンション奪ってくるのは広告だからしょうがないんだけどうーんまあない っってていいいう選択はあってもいいよね,ね、うん、昔はな結構自分のブログにベタベタアロセンサーってさ、うん。はすごい月数万円になるんだみたいな喜んでたけどさ、いるかなそれっていうね。いらないいらない。うん、しかもどこかで見たのがそのクリックしてるのの80%だか90%は実はボットなんでしょう。そうなんだ。人がクリックしてないらしいよ。90%、90何っつって言ったら。 もうそれさすごくない何企業は何に金払ってるか分かんないよ、ね、ん誰かがみんながみんな損してる感じになっちゃうよねそうするとねそうなのよせめて意味のあるその読者とも媒体とも親和性のあるタイアップ記事とかね面白いいいのがあるといいけどねうんやっぱさあ映画見てるときにそんなになんか <laughs> <laughs> の間々にし,し,してもいれないじゃん。 確かにな。トップカウントが見てたらさ、サバサバ女ってできたらちょっとやだよね。嫌だよね。<laughs> 集中できないもん。<laughs> あとさ、<laughs> あと、まあこれはもう、作りの問題だけど、右カラムとかさ、例えば、僕、デイリー大好きなんよ。うん、デイリー大好きだけどさ、あの、右カラムにさ、今の人気の記事はこうでとかさ、ははい、はい今タイアップしてるイベントはこうでみたいな、まあ、あれ言ったら自社の広告じゃん 自社公ですよね、うんうん、ああいうのもやっぱさいっぱいあると思うさまあそん中でぐるぐるする分にはいいのかもしれないけどうん僕やっぱね聞いちるわそっか僕はね LINE としては自社のお知らせはいいと思うんですよはいはいその僕らはデイリーとサイトが好きだから、うん、デイリーの最新情報はこれですとかね最後にしてほしいじゃあエンドロールに入れとく最後でもいい、うん、で僕そこ大きな違いだと思ってて トップが見てるときに、うん、あのトム・クルーズこれもあるよこれもあるよっていうのは途中に入れるのとエンドロールに入れるのは全然違うじゃん <laughs> そうね一回さ普通,の普通のやつは普通の広告は、うん、トップが見てるときにサバサバってそうそう出てくるそうバカ、うん、<え>リズるやつはチラチラとトム・クルーズこういうのもやってるようなのよ、うん、そ,うでその差はあるよねあるで、うん、僕からするとちょっと一緒で、うんうん、だったら一回ちょっとさ集中して見させて で、見終わったときに、それが面白かったら、それを見て、うん、あ,あトム・クルーズの他の作品も見ようっていけるから、大丈夫。まだ僕、ここが面白いかどうかわからんのよ。<laughs> まあ、その許容度は人それぞれだよね。ね僕は、右カラムとかね、左サイドカラムとか、うん。記事本文以外だったら、まあ、許せるけど、記事本文はね、つらいね。つらいよね。 晩年のテッククランチなんて僕何を見てんのか途中から分かんなかった <laughs> どこ何なんか。あでもね。あついのやっぱメディアビジネスってのが。いや分かるめっちゃ分かるけど間とさ一番最初と間とさ最後にさ。<laughs> あのしかもさなんか途中からもうしれっと何広告じゃないような広告も入り始めるとさこれ本文なのかな、えー、なんかどっちなんだろうみたいなね。そうね あと、2ページ目行こうと思ったら、バーンってでっかく1名埋まっちゃうやつね。うん。最近そういうのも増えてきたしね。うん。あと、バズフィードとかもすごい最近ね。2、3段落に1個広告が入ってくると。みんなご飯とかもそうなんだよなそうそう。結構さ、自分でさ、うん。この記事はこういう風に読んでほしいっていう風に割と。う。テンポがじゃん作くってるのよ。そうそう。そのテンポの中に。ぶった切るじゃん。あの、ぶった切って、アドセン入ってくるときついよね。きつい。 ただまあそのサイトっていうのはまあ自分のものじゃないから我々はさ嫌な見るなです終わり,り以上終了だよね。うん。うんまあ、その程度扱われてんなって感じになっちゃうよね。昔キングコングの西野さんがなんだっけアベブロかなんかで書いてた時にもう本文にむちゃくちゃ広告が入りまくるから、うん、無事切れてもう俺出てくわって言って。うん。どっかで書いててアメブロに行ったのかな。で。 その受け入れ先が、私んとこなら広告全部消しますよって言って、西野さん受け入れてたけど。うーん。前さ、アルファさんがさ、うん、ハゼナブルを書いたときにさ、無料ユーザーだから、アルファさんのブログには広告が表示されるんだよね。うん。だから、それが嫌で、アルファさんは月300円ぐらいの有料会員になろうとしたんだけど、うん。そうすると広告が全部出なくなっちゃうじゃん。それによって、あの爆雷の PV から生まれる広告費が消えちゃうから、うん。 勝てはむししろ損してしまうからさ <laughs> 300円払ってね。<laughs> 300円いらないから、口出せてくれみたいなね。うん。そういうなっちゃうみたいな話を聞いたけど、まあ、稼ぎ方があの広告だけしかないときついよねっていうね、お互いに。いや、そう。まあ、媒体がも,もちろんそうだけど、我々もね見てて気が散るよね。じゃあ、どうすればいいかっていう答えがないからね。うん。無責任でこうやって言うしかないんですけどね。西野さんは LINE ブログ書いてて、2018年に。うん LINE ブログやめて、うん、アメバブログに移動しましたと。うんうん、で、理由としては、本文中にもうめっちゃくちゃ広告入りまくって、うん、そんなのは私は責任取れませんと。うん、だって、西野さんの影響力使って、西野さんがおすすめしてるような感じに出てきちゃうから、だから嫌だっっ。何風呂に行ったら広告なくなるんだっけあ、それがあの西野特別プランで。あ、特別対応したの いやーその点ねノードさんはなんかもうなんだろう深津さんの思想なのか加藤さんの思想なのか分かんないけどそういうことやんないからねそれは気持ちいいよね僕さ大事なところにその会社のコンテンツとして大事なところに広告入り始めたら終わりだと思ったうん、うん、例えばツイッターのさプロモーションなんか僕のツイッターの全然使ってない 趣味ののコミュニティのやつとかなんだろうスマホの1スクロールに1プロモーションぐらい入ってんだよね。あめちゃめちゃ入ってくるよね。あれそう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 。うん、で Facebook もさ、今もう1スクロールに2個ぐらい全部広告でさ。うん、しかも僕がちょっとそこで止まっちゃったりするからさ。うんうん、<laughs> なぜなら僕は今日までやってくんだろう。<laughs> そう。うん、そうなのよ。で LINE がそこ結構迷走し,してて。 LINE のこの何メッセージが来る友達からこのメッセージ来てる、うん、こっちの友達からこのメッセージ来てる脱毛はこちら友達からこのメッセージ来てるみたいなのに一瞬なってて、うんうん、あこれなり始めたらクソだなと思ったら消えたけど大事なところに広告入ったらやっぱ、まあ、見るんだけどさクソの広告はうんいや難しいよな広告の入れ方ってねうんいやいやいや 話はそれましたかね。和潮さん。素晴らしいサービスを、トークサーチ、ドングレフムトークサーチ、ありがとうございます。はい。ぜひ皆さんね、使ってみてほしいですね。うん。これで、しまったなとかじゃなく、まず作ったその姿勢が素晴らしい。うん、素晴らしい。これはいいやってみたですね。そうそう。で、別にこんなのね、あの、100人使われようが、10万人使われようが、そんなにいいのよ。別に何でも。それを作る上で、あなたがこうじゃないか、ああじゃないかと思って、作って出した。そこの成長が一んぐり、一ドングリ。 1。なんですか <laughs>？素晴らしい！う <laughs> ん、マシューさんありがとうございました。